ボートレース下関海峡ドリームナイター2つ目の準優勝戦第10レースの開始です。さあスタート展示では2号艇平田がピット離れやや劣勢、回り込むように1、2、3、4、5、6枠なりでしたが、本番はピット離れはそれほど差がなかったんですが、3号艇堤は少し2コースを狙いに行くような形、2号艇平田忠則もさあ常々2コースは得意と話しているだけにそこを死守したかったところでしょうが、1号艇長尾翔平インで平田回り直します。2コース3号艇堤登る、そして4号艇山路正樹、あるいは3角にするかというところですが、パワーある山路、4号艇山路正樹が3角にします。さあパワーこれで倍増、威力発揮となるのか。4コース5号艇川崎智之、5コース6号艇大西隆弘、回り直して大外、6コースに2号艇平田忠則、波乱のコース取り、内2人さあ深い起こし、3角4号艇山路の攻撃受け止めることができるか。第10レース準優勝戦2対4に分かれて進入、インコースから1番3番4番5番6番2番でスタートしてきました。3角行きました。4号艇山路がスリット後出してまくり体勢に早くも持ち込む。4号艇の山路、そして5号艇の川崎が外残しに行く。1号艇あとは3番2番6番ですが、最内コンパクトに刺していく2号艇平田というところ、2番手争いか。4号艇山路がまくり切って2番手は2号艇平田、1号艇長尾、外は5号艇川崎の攻防、後続は3番6番、スタートは前提正常でした。さあ2番手は2号艇平田が先に回るか。1号艇長尾が狭いところ差し込みに狙いますが入らず、2番手は一気に2号艇平田、3番手1号艇長尾、4-2-1、4番2番1番、レースは2周目に入っていきます。3番手争い、1号艇長尾に船並びかけていくのは5号艇川崎、後続は3番6番です。4号艇山路がトップ、そして2番手は2号艇平田、2周1番3番手争い、3号艇堤内からやっていきますが、1号艇長尾がかわして 4-2-1、 4番2番1番3停止くらい離れて4番手に3号艇堤、5番手5号艇川崎、最後方に6号艇大西です。4番2番1番、レースは2周2マーク、4号艇山路正樹がトップで2周2マークの旋回、2番手2号艇平田忠則、3番手は1号艇長尾翔平で 4-2-1、 4番2番1番、レースは最終周回へと移ります。本番は3号艇堤のコース取り動きに、それに乗じて3角からのまくりは4号艇山路です。そして2番手大外だったんですが、まるで最内だけを狙っていたかのような差しは2号艇平田が2番手、3番手が1号艇人気の長尾という形で、4番2番1番4-2-1で最後の向こう上面、2連単4-2は 17.7 倍、3連単4-2-1 36.6 倍を示しております。4号艇2号艇1号艇の順で最終ターンマーク、4号艇山路がトップです。2番手は2号艇の平田、そして3番手が1号艇長尾、4-2-1上位3艇変わらず、4番2番1番第10レース準優勝戦、1着4番は山路ゴールイン、2着2番平田ゴールイン、3着1番長尾ゴールイン、あとは5番3番ラストで6番がゴールイン。